今日のゲームの振り返りが終わりましたんで、まもなくヒーローインタビュー、はい、柳田、はい、川瀬と柳田見えました。香山が、香山じゃないんですか、そうなんですか。まずは柳田、そして坂手がコールされました。それではどうやら2人のようです。まもなくヒーローインタビューです。それではヒーローインタビューです。放送席、放送席、そしてホークスファンの皆さん、ヒーローインタビュー、今日はホームランを含む3打点、柳田選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今シーズン打ち上げていました金子投手からまず最初のバッターボックスでタイムリーでした。いやもう、はい、頼むからバッター当たってくれと思って振ったんですけど、まあ、いいところ転がってくれました、はい、そして5回には見ているこっちが気持ちよくなるような気持ちよくなるようなバッティングでした。当たりはどうでしたか。最高です。改めて好調の要因はどこにあるんですか。それはですね、穏やかな心です。その穏やかな心を武器にここまでリーグホームラン、そして打点ランキングトップを走っています。いや、まあ、走ってるだけなんで、はい、走れるように頑張ります。そして今サファテ投手の記念 T シャツ着ていますけども、今日の200セーブのピッチング、センターから見ていてどうでした。いや飛んでくる気しなかったんですけど、いきなり飛んできたんでビビりました。改めてそのチームメイトにはどんな言葉を送りたいですか。いや本当にずっと結果を残し続けてる方なんで、すごい尊敬してますし、こういう野球選手になりたいなと思うんで、これからも後ろを守るんで足引っ張らないように頑張りたいと思います。そして今日は柳田選手の故郷広島でも、そしてこの福岡でも記録的な大雨となりました。今日この球場に足を運びたくても運べなかった方がたくさんいらっしゃいます。そういった方々にメッセージを頂戴してもよろしいでしょうか。そうですね、はいはい、はい、はい、柳田選手のホームラン見たかった方たくさんいると思います。そうですね、またぜひ球場に来ていただいて、はい、頑張りたいと思います。温かいメッセージありがとうございます。では今楽天はゲーム中ですが、確実に首位の背中は見えています。今後の意気込みをお願いします。いや最後まで、はい、必死に頑張ります。今日もありがとうございました。まずはダムヒーロー柳田選手でした。さあそして見事プロ野球史上6人目200セーブを達成しましたサファテ投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この200という数字はご本人はどういうふうに捉えていらっしゃいますか。Oh man, a lot of games. Especially with this team, we win so much. So I just knew that you know, getting 200 saves is we won 200 games when I pitched. So for me, that's more special. I just wish that my wife and my kids could have been here. まあ、たくさんの試合に投げたなっていうあれですけど、まあ、あとはね、やっぱこのチームに来て、たくさんセーブを上げたんで、まあ、強いチームに来てよかったなという思いとありますし、まあ、ただ、今日ですね、今年まだ日本に奥さんと娘たちが来てないんで、できたら娘と奥さんの前で達成したかったなって思いはあります。今シーズンに帰国もありました。そういった思いもご家族への思いというのもあったんでしょうか。Oh yeah, I mean my wife and my kids are my biggest support, and you know, these fans have been great since my first year in 2014, and they've never let up. I feel more love than I ever have, and I just thank all the fans in Fukuoka and the Hawk fans.
まあ、本当あの奥さんと、子供たちの、ね、助けなしではここまでできなかったですけど、まあ、それと同じぐらい、自分がホークスに入ってから、ファンの皆さんにはたくさんの声援をいただいているんで本当に感謝してます。そして外国人投手としては初の快挙、そこはどうですか？ I think that just means I'm really old、36, but I'm getting up there. Everyone calls me grandpa, soHopefully I have a few more years left in me and、I would really like to go after 250. まああのそれだけね、あの年を重ねたってことだと思いますし、チームメイトにはね、もうおじさんとかおじいちゃんとか呼ばれてるんで、でも頑張りたいと思いますし、できれば、250っていう数字を目指してこれから頑張っていきたいと思います。もう今ホークスファンは緊迫したゲームで最後澤部投手が上がってゲームを締めてお辞儀ポーズをする、ここはもう日常になっています。 Yeah, you know, I love our fans and when I come into a game, whether it's here in the dome or on the road, I feel nothing but support and it always gives me that extra power. So keep on fighting, keep on cheering us on and we're going to bring home a championship to Fukuoka.もうあの自分のがね9回のマウンドに上がるときは本当大きな声援をいただいているんで、それが自分の力になってますしね、これからも大きな声援をお願いしたいと思います。必ず今年福岡で優勝したいと思ってるんで、これから本当応援よろしくお願いします。改めて今日ここまで集まったファン皆さんにメッセージをお願いします。 Thank you for always supporting me、I hope that I can keep doing my job and keep making you guys cheer. ありがとうございます。まあ、本当いつも応援ありがとうございます。これからも、自分の、できる仕事をしっかりやっていきたいと思うんで応援よろしくお願いします。見事200セーブ達成、澤部投手でした。おめでとうございました。ありがとう。はい、見事、ホームランを打ちました柳田選手、そして、200セーブを達成しました澤部投手のヒーローインタビューでした。改めて2人のインタビューをどんな風にお聞きになりましたか？まあ、ちょっと途中で、ね、あの答えづらいな話もありましたけれども、はい、やっぱ心の中ではやっぱ、ね、そういう人たちを思いながらバット振ってますんでね、まあ、そこを彼の出なかった言葉とちょっとやっぱり後ろで守ってる澤部の背中の大きさっていうものを彼なりに答えてくれたんじゃないかなと思いますね。そうですね。そして澤部投手は自らの口の中で250迷宮回を目指すというふうに言っていましたが、次のターゲットは2